罠は、日本の競争馬、繁殖品馬。父は富士奇跡、母はシアトリカルを父に持つアメリカ合衆国生産のメロンパンという血統。前兄に、ロロ、半姉もっとリをの三区に、いやだやだがいる。現役時代は、ジンバ名で知られる、小田切雄一の所有馬として、おとなし秀でたか旧社に予託された。2002年6月16日。 阪神競馬場での新馬戦にてデビュー。池添健一が起乗し、2着北三ペンダントに3馬審査をつけて勝利した。続く9月1日の新潟2歳ステークスでは、田中勝春に乗り換わり、10番鉄位層から2歳レコードのタイムで重賞価値を飾った。競馬評論家の柏木修歩は、うまく中段の外で折り合い、先に抜け出した馬をねじ伏せるようにかわしたレースぶりは、 派手ではないが非常に渋い。この品馬はスケールがありそうだ。と高評価を与えた。しかしこの勝利を最後に馬券対象になることはなく、2004年6月20日の五両閣特別10着を最後に登録を抹消された。通算90002勝。9000て歴史が乗り変わった。引退後は生まれ故郷の木村牧場で繁殖入り。2010年8月22日。 教授が未勝利戦に勝利し、3区の中央競馬初勝利となった。2020年6月7日、死亡により強要停止となった。ありがとうございます。